こんにちは、オムです。今回は4月13日新搭載の結納選手求めを見ていきましょう。この動画では4月13日アップデートで追加された気になる選手4名を見ていきたいと思います。先週は1本だけしか投稿できなくて申し訳なかったですね。やっと時間がちょっとできたところで、いいタイミングで中間アップデートが来てくれて、出したい動画も増えたというところで気合を入れてやっていきたいと思います。近いうちにアップデート情報や新規のスキル追加のおすすめ選手などを投稿する予定なんで、楽しみにしていてください。チャンネル登録が元の方は登録して、今後の動画を見逃さないようにお願いします。はい、それでは4月13日新搭載のおすすめ4名を見ていきたいと思います。それでは見ていきましょう。はい、1人目はシュレイマン・ジベジ選手。この選手はとてもスキルがいいんですね。今週のアップデートでスキル追加が実装されたんで、スキルがいい選手の価値が少し落ちたと思いますが、スキル追加のアイテムを入手しに行く今の環境だと取る意味はありそうですね。はい、参考までにレベル最大にしてみますと、ドリブル能力、パス能力が高くなりますね。はい、コンディションは1で OMF ができるようです。はい、次はアリックス・ガリト選手。バルセロナに追加選手がいるようですね。はい、初期能力はドリブル能力、パス能力などが高いですね。最大総合値に育成すると、ドリブル能力は75、パス能力は80超えてきますね。そしてスピード瞬発力、ボディコントロールあたりも高くなりますね。スキルはワンタッチパス、アウトスピンキック、スルーパス、バックスピンロブ、パスのスキルが多いですね。はい、逆足は2でコンディションが1、ポジションは CMF ですね。はい、次はアルム選手。この選手は、実際より2から3ほど高い数値になってるんで、画面に表示されてる数値から3ほど低い値を想像してほしいんですけど、それでも十分強いですね。仮にスピード瞬発力全振りした場合は94までいきますね。育成しますと、ドリブル能力は80前後、スピード瞬発力は90前後ですかね。最大にするとここから2から3ほど低い数値になると思いますね。ヒルトリック、ラボのアシュラ持っており、ウィングとハーフができますね。はい、最後はジョアン・クラウス選手。この選手も実際より2から3ほど高い数値になってるんで、それくらいの数値を引いた値を想像してほしいですね。フィジカルコンタクトはここから3引いた場合でも82という化け物みたいな選手ですね。他にもオフェンスセンスや決定力、キック力、身長も高いんで、かなり強いと思いますね。はい、スキルはワンタッチシュート、ヘッダー、ワンタッチパス、スーパーサーブ持ってますね。で、逆足の精度がいいようですね。はい。はい、今回は4月13日新搭載の結納選手求めを見ていきました。以上でます。バイバイ。